はい、どうものりです。いつも動画見ていただきありがとうございます。今日はね、仕事終わりにちょっと西森くんのガレージに遊びに来てます。西森くんがちょっとガレージにね、面白いものを導入したってことでね、見せてもらいに来ました。今ね、この僕の後ろに映ってるこいつですね。なんとね、西森くん、マイガレージに旋盤をね、導入されたということで、ね、これを使ってね、西森くんにね、いろんなものを作ってもらおうと思うんですけど、今日は早速ね、実際ちょっと削ってるところを見せていただこうかなと思って、西森くんにやってもらおうと思います。いつもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりにね、西森くんの RZ を見せてもらってます。旋盤でね、何ができるのかってことなんですけど、ちょっと西森くんに見せてもらったんですけど、これわかりますかね？このボルトの頭がテーパーになってるのわかりますかね？これ西森くんが自分で削ったみたいなんですけど、削る前のボルトがこれですね。まあ普通のよく売ってるボルトですよね。これを旋盤で西森くんがこのテーパーヘッドボルトに、テーパーヘッドボルトでいかろうか。テーパーボルトでいいね。テーパーボルトに、旋盤を使って削ったということで。で、今日はね、もう片一方、これを削ってるところを実際ちょっと撮影させてもらおうと思うんで、よろしくお願いします。ボルト外してね。これ、だいたい一本どれくらいの時間でテーパーヘッドになるもん？セットしてしまえば、うん。3分ぐらい。なるほどなるほど。いや、それ楽しみです、楽しみです。セットしてしまえば。でもまだセットしてないんで、実際じゃあちょっと時間はセットするところから。なるほど。ここどこの方向から取り寄ったら分かりやすいろ。今はそっちでいいんじゃないかな。了解や。まあ、刃物はもうつけてるんで、これが刃物、このこれが刃物チップ。ほうほうほう、なるほどね。っていうかハンドルありすぎやないですか。ハンドル、ほう、それが、横へのこり、うん、なるほどね。これが、うんうんうん、このハンドルがこの前後の送り、あ、こいつが前後向こう行くかこっち来るかってこと。はい、ほうほうほう。でボルトはここにセット、ボルトはここにセットする。なるほどね。こいつが回るってことだね。ボルトを回して刃物を近づけていって削っていこうと、うんうん、なるほどなるほど。早速じゃあセットを、はい、角度の合わせるところから。角度、あー、テーパーにせないからね。テーパーにするんでね。なるほどね。角度を合わせていく。はいはい。あんまり早くぴゃんぴゃんってやらんとってよ。はい、頑張ります。角度を、だいたい今要は刃の角度を動かしているってことだよね。そう、これが刃物台。おうおう、刃物台の動かすことによって、うん、斜めにしたまま、うん、これが動くんで、なるほどね、テーパーになっていくと。テーパーが削れると。なるほどなるほど、はい、で角度はこんなもんかな。だいたい、まあ何回か削ったら感じではこの角度かなと。なるほどね。メモリがついてるわね。メモリがあるんでね。ほうほう。で、ボルトを締めて。ほう。で、これも固定、動かない。なるほどね。はいはいはい。で、はいはい。ボルトをセットする。ちょっと待ってよ、こっちから取りたい。うん、ボルトをセットするにあたって、はい。多少はまあ、うん、そのまま掴んでも、うん、軽くなら、ネジ山が潰れるほどでは。ああ、なるほどね、うん、ギュッとやってしまうとネジ山が潰れる。ああ、そういうことだね。うそれが嫌なんで、ほう、あらかじめ作った、ほう、これをセットするための、これも自作。これ自作。これ旋盤で自分で。これ旋盤で。ほうほうほう。どういうこと、どうセットするか。それ元はこういうの、ただの鉄の丸棒。ほうほうほう。これを削って、削って入れたいネジのサイズで。ああ、中に12ミリなら12ミリ、10ミリなら10ミリ。ほうほうほう。これを中に入れて、ほう。なるほどね。固定して、うん、センターが出るようにして。なるほどね、いいね。で、うん、ネジ山が潰れないと。なるほど。そう、売れるがやない、それ。これが。誰が使うって。いや、それ売れるろ。誰が使うって。まあ、そうか。旋盤誰でも持ちわけじゃないしね。そう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 。確かに確かに。で、これをここにセットして、ほうほう、まあ、本当は
本当というか細かいこと言うと、うん、ここでも多少のズレがあるんで本当はセットもしたりするんやけど、うんうん、まあ、これぐらいなんで、なるほどね、うん、ある程度でいいかな、ギュッと締めて、はい、締めて、うんうん、であとは削っていくだけ。ああ、で刃を要はそのボルトの頭に当てて、これをこう送って削っていく。まだ回さんとってよ。はい、回しません。まあ、ある程度近づけるとしたら、うんうん、近づけて近づけて、接射接射、はい、でここからこの動きを、うん、ちょっと待って、これ真上から撮ってみたい、近づけてって近づけてって、この状態でこの動きはずっとするんで、うんうん、削って少し前に動いて削って、また前に動いて削って、なるほどね、角度を深めていく、深めていく、違うな、切り込みを増やしていく。はい、じゃあ削っていきます。よろしくお願いします。はい、回します。はい、お願いします。ちょっとペーパーになるの分かるよ。このテーパーの感じはもう西森君の手の感覚だけ。テーパーの感じ、テーパーでももう角度決まったままやし、この角度しか今は削れんき。ああ、じゃあ角度を変える限り、それ今のスピードはスピードってことか。そうそう、刃物を送っていくスピードが、まあ、自分の手の感覚だけっていう。なるほど。これが自分の家の彼氏でできるってことがすごくないか。ねえ、そうやろ、ね、すごい。ちょっと最後仕上げたい、うん、え、今から仕上げな。いやいや、ここの3名の手仕上げ、もう仕上がった。ああ、仕上がった。うん、最後にね、仕上げで表面をきれいに磨いていきます。危ないんで真似しないでください。はい、これ危ないんでね、良い子は真似しないでくださいって。真似できんの、これ持ってないから、ね、あるあるやね、持ってる人おらんの、なかなか。これいいね、鏡面するとき、そこに固定したら、ね、めっちゃピカピカになった。ちょっと近くで、ピントがなかなか、シルバーやけ反射して、こいつどいて、なかなか、なかなかでも綺麗なんだね。で、外して。外して。いいね、なんか、自分のバイク全部これにできるよ。全部する。すごいすごい。で、装着すると。装着すると。すごいね。はい、完成。さっきまで丸頭だったのがテーパーに。すごい、10分もかかってないでね。かかってないの。ね。このチョイスで全部変えていく。ね。まあ、今回ちょっと撮影で1本やってもらったんですけど、次多分西森君に会った時にはこの3つも多分テーパーになってるでしょう。はい、それでね。西森くんの RZ の、 あのエンジンのボルトなんですけど、こうやって全部テーパーに西森くん加工してるんですね。で、
RZ のエンジンのこのボルトのサイズだったら西森くん分かるんで、このエンジンのボルトを全てをワンセットにして加工してくれるということなんで、もしね、自分の RZ もこのボルトにしたいって方はね、興味があればコメント欄から僕に言っていただけたら、西森くんとね、なんかこう、お話できるようにセッティングさせてもらいますんで、興味のある方はね、どんどんコメントいただければと思います。あと、ちょっと今西森くんと話してたんですけど、他の車種でも、ボルトのピッチとサイズと本数さえ言ってもらえたらね、こういうテーパー加工してくれるということなんで、またね、RZ 以外に乗ってる方も興味があれば、ぜひぜひコメント欄の方から言っていただければと思います。はい、テーパーボルトの他にもね、こうやってジェラルミンをね、削って西森くんが、このカラーもね、作ってくれるということで、またお店で売ってないサイズとか、厚みとかね、コメントで言っていただけたら、削ってくれると思います。まだね、どんどんコメントいただければと思います。すごいですよね。家にこれがあるんですよ。すごいでしょ。この人ですよ、この人。この人って映したこの後ろの絵もすごいですよね。上のチャンバーコレクション見てくださいよ、これ。もうせっかくなんで、ちょっとこのチャンバーコレクション見てもらいましょうか。せっかくなんで。このガレージ紹介よね。これ手前のチャンバー、これどこのチャンバー？一番手前？これ。それ三原のチャンバー。これ50か125やろ？それ125 RZ の。三原チャンバー、この錆びたやつは？三原チャンバー。これは？次の日本は？三原チャンバー。このショットガンは？スペックス。スペックス？うん、初めて聞いた。外国？いや、日本やと思うね。この溶接、皆さん見てください、この。美しすぎません？三原スペックの、あ、これ森脇や。これ森脇のチャンバー。森脇のチャンバーっていうのも珍しいですよね。これ。なかなかないんじゃないですか。エキサイト。フォーサイト。エキサイト。フォーサイト。エキサイトチャンバーいいね。で、この一番最後が FX のマフラーですね。これ。西森くんのチャンバーコレクション。すごいですよね。奥に見えるのが僕の昔の KH、250に400のエンジンを乗せてた時の外装ですね。これゴールドのパールをね、半分から下に振ってくれてるんで、ちょっと下がゴールドに見えるでしょ。こっちの外装に変えてもいいですね。いいね、今度変えようよ。変えてみようか。今度これ変える動画撮ってみようか。あと前にもちょっと紹介させてもらったんですけど、こうやってガレージにタンクを置く時の、これ西森くんの RZ のタンクなんですけど、 RZ 用タンク置き、こんなもん西森くん作ってるんでね、もしガレージにちょっとタンクをかっこよく飾りたいなーって人は、もうめっちゃいっぱい物あるけどその洗剤のくとけやろタンク置き、これ赤いやつですよ。洗剤はついてないですよ。とかもね、これ譲ってくれると思いますんで、興味ある方はまたコメントください。じゃあね、今日最後にね、これ西森くんね、実はRZ 用1セットこうやってもう作って持ってたんですよね。なんでね、これちょっと今回動画を見てね、自分の RZ に付けたいって方がいたらね、この今回僕のこのステッカーもこう付けてね、お譲りしたいなと思うんで、ぜひコメントいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じでね、終わりたいと思います。またね、撮影会の方もね、いろんなところでやっていきたいと思いますんで、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。あと今年はちょっと場所をまだ悩んでるんですけど、四国ツーストミーティングみたいなのもちょっと開いてみたいと思ってるんでね、ツースト乗りの方ぜひぜひ
遊びに来てくださいね、その時は。また YouTube、SNS でね、告知させていただきますんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。西森くん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。